人の数だけ物語がある町小田原。今回の主人公はお試し移住をきっかけに小田原と巡り合ったアバーソンファミリーです。この子がどんどん動き回りたくなってきてる年だったの で、東京だとやっぱりちょっと行くとこも小さいし家も小さいしっていうのが一つの理由で、もう一個はコロナの感染者数がどんどん増えてきたので、どこか東京以外にっていうので新幹線で行かれる範囲っていうので小田原です。いろんなとこ紹介してもらえて歩いたのも良かったですし、受け入れの雰囲気があるのでなんかそれも良かったですね。遊びに行けるとこも多かったり、そのワンパグランドもあるしね、もちろん食べ物もそうだし、あここにもこれがあったしっていうのを見ていくとたくさんあって、結構近所の人とも話したりするので、そういうこう全体的な生活のクオリティは格段に上がります。 For me, age relaxed. For me, I think life.始まったばっかりですけど、遊ぶところいっぱいあるし、ここに長くいられるといいなっていうのですかね。